重信は奥州立岡に権利の万事件を不得し抜刀術を創始した。その流れに谷屋流、一宮流、大木流、関口流、長谷川英信流等が本流は奥州一帯から全国に伝わり、津軽において信政公これを学び精妙に達し、以来古式初年のまま津軽藩に認証され、人物を林崎流と称しております。大正に至り、笹森純蔵が由緒一人改伝を受け、さらに現在の笹森武美先生が父純蔵より由緒一人改伝を受けられ、今日に連々と続いております。第二会場、神道無念流展示。流祖福井兵衛門は元禄13年下野国に生まれ、一円流の師野中権内について修行し、理法神宝大いに修理生きんでて諸国武者修行に励み、信州戸隠市の飯綱権現に立ち寄って参籠、祈願すること50日に及び、ついに剣の奥義を悟り、神道無念流を創始したと言われる。その後、江戸四ツ谷に道場を開き、門弟の育成と流派の発展に努力したが、神道無念流が広く世間に知られるようになったのは、川崎熊太郎首吉からである。後、岡田重松や斎藤薬郎などの剣客がこの門から出る及んで、思想流性を極め、特に斎藤薬郎は北進一刀流の千葉周作、京進明治流の桃の井新造と並び、幕末三剣豪と言われた。本家には江川太郎左衛門、藤田東魂、木戸孝允、品川彌次郎、秋山陽介、不祥寺弥助と、そうそうたる剣客や人物を輩出した。明治以降、根岸慎五郎、中山白道によって受け継がれ、現在創建小川武史先生に継承されている。オートフラッシュ機能がついたカメラをお持ちの方は、オート機能を外してのご使用をお願いいたします。この的は武田流のみの特徴でもあります。描かれた文字は、
マッハ4より、と呼ばれる天空の星や宇宙万物の源とされ、米、麦、冷え、豆、火、こういった五穀、五種類の食べ物などあらゆるものに由来するようです。武田流の伝書では、頼朝公の鎌倉時代には的を地面に向けて、手の技量に応じて的役が高さや距離を変えて打ち出すことがあります。古式通りの馬場の長さは120点およそ1丁としますので、およそ約18メートルとなります。また本日使用する馬には、貴重な和種といわれる日本馬の血を引くものもおりますので、Thank you.
一同拝殿をきまして神楽や王権岩門登場をしましてこの特設場所へと戻ってまいりました。ご注目ください。